ックヒット祈願チャレンジ、イエーイ。ということで始まりました。いよいよ私たちラストアイドルの11枚目シングルブレイクアレッグが12月の8日に発売します。やったー。そこでブレイクアレッグのヒット祈願としてメンバー全33名が10チームに分かれて生配信中にさまざまな企画に挑戦していきたいと思います。いいね、はい、そして2回目のチャレンジは私たち3人です。では自己紹介ほのからしていきましょう。はい、皆さんこんばんは、町田ほのかです。よろしくお願いします。町田ほのかちゃんです。町ほろ何歳ですか？何歳ですか？急にね、急に年齢18歳。はい、18歳ピチピチです。最年少です。はい、じゃあみな。はい、ヨネのみなです。20歳です。あ、20歳ですね。頑張りましょう。真ん中です。真ん中と小中、はい、はい、そしてこの中だと最年長です。でも今まだ20歳なんですけど、大場ゆめです。ということで司会を今やってます。大小中、大中小の3人です。頑張ります。はい、改めてラストアイドル11枚目シングルの告知をほのお願いします。じゃんじゃん、じゃじゃん。12月8日8日ですね、うん、発売ブレイカーレック、イエーイ。そして共通カップリングはですね、独り言の存在証明となっております。はい、皆さん聞いていただいてますか？じゃあ、もうでちょっと聞きどころなんかもちょっとだけ、ね、紹介したいんですけれども、うん、ブレイカーレックの聞きどころとかありますか？聞きどころ、うん、やっぱなんかラッサーで珍しいなんか音楽じゃないや、なんだっけ、応援歌、応援歌っぽくなってるから、うん、結構なんかラッサーってこうネガティブな感じの曲が多かったんですけど、うん、すごいなんか励まされるんじゃないかなって、ね、元気出るよね。独り言の存在証明はこう、なんだろう、ブレイクアレッグとは、まあ、真逆で、うん、なんかこう、うん、なんだろうな、しっとりとはしてないけど、なんて言うんだろうね、かっこいいよね、かっこいいね、力強い、うん、エモい、尊い、うん、なんかそんな感じの曲ですね。なんかもうどっちもすごくあの違った良さがある2曲なので、たくさん聴いてほしいです。はい、ミュージックビデオの再生も皆さんたくさんしてください、してください、お願いします。コメントも、はい、いいねも待ってます。次が多分うちらのあれなんだよね。あ、そうだ、ラスラジね。そうだね、ラスラジ3回されますように。昨日見たら24万回再生。もうちょっと、じゃああと6万、よろしくお願いします。お願い。はい、そしてこのショールーム販売ではですね、うん、CD 予約販売も行ってます。ということで、はい、ミーナー宣伝お願いします。どどん、じゃん、今回の配信中にこのショールームで CD を予約購入していただくと、各ドライブのメンバー絵柄の世界ジャケット3種類ランダム配布を、CD の予約枚数1枚につき1枚プレゼントいたします。皆さんたくさんたくさんご予約お待ちしてます。お願いします。C でお願いします。 C はい、ということで、うん、早速チャレンジに行きたいと思います。はい、私たちが行うチャレンジはこちらです。じゃらら、好きなものなら食べきれる大好物大食いチャレンジ。イエーイ。となります。やばいぞ。はい、今回用意してもらったのは、うん、なんとトゥンカの100個。わー、100個です。皆さんすごいのよ、見てください。見えてますか？これが100個になります。やばい、やばい、見たことないよ、100個のトゥンカロ、ね、やばいよ。はい、このトゥンカロはですね、韓国発祥 の、うん、あのマカロンの進化系ともね、うん、言われてる、うん、あのマカロンより、そう、マカロンよりもっと太っちゃうです。はい、そんなお菓子となってます。あのね、トゥンカロンはあの3人がすごく大好きなもので、共通だね。そう、なんか結構3人で共通で大好きなものってなんだろうって話した時に、うん、一致したのがトゥンカロンだったっていうね。そう、みんな大好きなものなので、ちょっとこれを食べきってチャレンジ成功できるように、したいね。そう、頑張りたいと思います。ちょっと緊張してるんで。いや、厳しいよ、はい、うん、そしてですね、もしお腹がきついってなった時、うん、なんとお助け袋をね、あの用意してくれてるそうです、うん、はい、ピンチになったらブレイクアレッグ、ブレイクアレッグで叫ぶと、うん、お助け袋が出てきますね。これが3人で3回、うん、3人で3つまでお助け袋があるそうなので、まあ、大事に使おうね。後半とかね、そう、後半やばい。そうだね、3人でまあ1回ずつになるのかな。1回ずつだよ。はい、でトゥンカロンだけでもすごく嬉しいんですけれども、うん、チャレン
ジに成功したらですね、うん、なんとご褒美があります。うわー、なんだろうね、ご褒美、ね、はい、でもチャレンジに失敗した場合は、うん、罰ゲームがあるそうなので、うん、やだね、頑張りましょう。じゃあちょっと意気込みをね、一人ずつ言っていきたいと思うんだけど、うん、炎からじゃあどうですか。なんだろう、大食いの自信は、ちなみに大食いはあんまりしないんですけど、うんうんうん、まあ、でも朝ごはんは食べて、うん、昼は抜いてきた。お、気合い十分だね。気合い十分ですよ、ちゃんと。何、しょっぱいもの、うんうん、食べてきた。お、何食べたの。焼きそば。おー、美味しそう。自分で作ったの。え、自分で作ったの。えらいえらいえらい。自分で作ったの。えらいよね。じゃあ今度作ってね、うちらに。ね、いいね。焼きそば作ってもらいます。はい、みーなちゃん意気込みどうですか。みーなちゃんはまあ大食いは結構いつもあんま食べないんですけど、うん、でもトゥンカロン好きじゃん。そうだよ、そうだよ。好きなものはもう絶対に食べれるんで。そうだよね、もうちょっとまあ余裕なんじゃないかな。みーないつもさ、もっと食べたいって言ってるもんね。そう、トゥンカロンいつも2個とか3個しか買わないんだけどね。そう、そう、でもやっぱもっと食べたいって言ってるので。でも甘ったるいけどね。まあいけるよ、いけるよ、いけるよね、いける、うん、そうそうそう。で、私もですね、ちなみに朝からちょっとご飯を抜いて、うん、しっかりとお腹を作ってきたので、うん、で、さっきね、急に甘いもの入れたら、まあさすがに胃にも悪いかなって思って、うん、なんと、じゃがりことかちょっとこう塩のものを、ね、そう、はい、準備しておきました。みんなもね、サラダのスティック食べてきたから、そう、気合い十分です、3人とも、うん、はい、それでは、参りますよ。お、せーの、ラストアイチャレンジスタート。しますか。これが行くぞ。1時間です。せーの、スタート。スタート。え、スタートされる？あー、始まった。やだー。始まりましたね、ついに。やばいな。実は今日ドキドキしてたから。やばいよ。そう、ドキドキしてました。じゃあちょっと本当にね、失礼します。なんか結構自由に喋りながらやっていいって言ってたから、もう私たちらしく女子会っぽい感じで行こうかなと。自由に喋りながらね。コメント、あ、そうだね、だから、はい、携帯も持ってきたのでコメント見ようかな。すごい、みんなのところウェッティあるの。そうだ、ウェッティあるよ。ウェットティッシュ、あ、本当だ、消毒大事だからね。そうだね、ふきふき、ふきふき、どれあった。え、これ食べていいの。いいよ、食べていいよ、どんどん食べてください。時間がなくなってきてるからね、だんだんと。1つ目、こちら、なにこれ、紫なんだけど。何ですかそれ。わかんない、なんかディズーみたいな、ディズーみたいな感じだった。ザーみたいな感じだね。そう、ちょっと覚えてない。でも多分バニラっぽいの。いきます。うん、せーの。あ、でかどう、美味しい、美味しい、こぼれた。美味しいですか。デジバーだって、デジバー、デジバーだそうですよ。美味しい。でも見ようね、みんなの見ながら。私はさ、早速 CD 購入してくださってる方がいるよ、うん、ありがとうございます。 CD 購入ありがとうございます。美味しい。 CD 購入ありがとうの気持ちを込めてマカロン食べましょう。名前とかは呼んだ方がいいんですかね。あ、お名前呼びましょうか、見えたら。じゃあ普通に呼んじゃっていきますね。あいちゃんさん、お、見えばえ有名ガチ推しさん、あ、ありがとう。台北のご購入されてます。あ、台北ありがとう。そして福ちゃんさん、あと米田家ですね。やった、タイプ C 購入ありがとうございます。シュシュシュ、これ名前だけ読んだ方がいいのか。あ、ラスアイ定期バユメ推しさん、イエーイ、ありがとうございます。よっちゃん、みえバユメ推しさんがですね、はい、さ、さっきの含め3枚も、おお、ありがとう、ありがとうございます。しんさん、しんさんご購入ありがとうございます。あと、なすちゃんさん、ケイさん、ケイさんって感じ。ありがとうございます。 CD ご購入ありがとうございます。お名前呼んでいきますので、皆さんよかったらご購入お待ちしております。お願いします。私たちはこれリアルタイムで自分の SNS に載せてもいいでしょうか。わ、こんなチャレンジしてますということで、あ、じゃあ今からインスタグラムの方にチャレンジ載せます、うん、いくぜ。てってれー、食べれるか食べれないかは私次第頑張れということで、ちょっとインスタグラムに投稿したいと思います。ピッ、投稿しました。では食べ始めましょう。どうやって食べるかな。大丈夫かなって書いてあるよ。え、大丈夫、大丈夫、いけるいける。あ、やばいやばい。ではこのピンク、私ピンク大好きだから。ツイッターやる。お、ピンクからいきます。うん、
やってるよ。うん、写真撮ろう。うんうんうん、何か美味しい。でもさ、1個がさ、すごい分厚いじゃんか。そうなの。1個でもだいぶ1個が大きいから、うん、何これ。うん、これ何、なんか変な機能。ツイッターの変な機能。そうなんですね。はい、うん、さ、お腹のいっぱいよりさ、うん、甘さにさ結構満足しそうじゃない。確かに。ツイートした、うん、いつもちょっとさ、もったいないって思う。ん、なんて言った。いただきます。何何、今なんて言った。ダメだよ。うん、ツイートした、ツイートした。うん、あ、青太郎さん、シャネルさん、ご購入ありがとうございます。食べます。ありがとう。CD 買ってくれたからね。うん、食べなきゃ。食べなきゃ、ね、そうだよ。美味しい。いただきます。うんうん、いただきます。ああ、うん、赤っぽい。うんうんうん、なんかは普段ってさ、これね、実は1個がね、もっともうだがしまって、これ1個結構あれなんだよね、こう、まあお高いと言いますか、うんうん、だからいつも自分で買うとなると大事に食べちゃうの、うん、もったいないって思いながら食べちゃうんですけど、今日こんなにいっぱいあるからいっぱい頬張れる。じゃあストーリーのせいか、みんな、はい、行きます。マカロン食べてます。100個食べます。行ってね。えい、ミーナのにも乗りました。これ乗りましたね、今ね。もったん、牛タンさん、 CD ご購入ありがとうございます、うん、ありがとう。あと、安信さん、青木安信さんかな、もうご購入ありがとうございます。ありがとう、頑張ります。美味しい。オレンジ、これはオレンジだ。オレンジも美味しい。なんかオレンジソルベみたいな。オレンジ、なんだ。あ、書いてなかった。オレオもやばい。オレオも美味しい。オレオ好きだよね、ミーナ。チョコレートとか好き。オレオで生まれた気がする、多分。オレオ超美味しい。うん、いや、みんなさ、取ったやつもさ、結構個性出てるよ、なんか。確かに、うん、みんな違うんですよ。みんなはチョコ系が多いかな。うん、チョコ、オレオとか。これ全部チョコだからね、チョコ、チョコ系かな。やばい、ほら、モンブランいっぱいある。大人っぽい味だね。モンブラン、モンブランだよね、これ。うん、うん、モンブランもいいかも。私は抹茶が多いかも。うん、うんうんうん、緑が多いですね。そう、自分で選びました。セレクトは自分たちでね。うん、うん、例えば7分経過って教えてくれてる。やばいって、うん、え、あとこの5倍しかないんでしょ。うん、やばいよ、やばいやばい。今何個食べた。じゃあ今、うん、2個。夢は3つ。ミーナも3つ目。うん、うん、うん、これのあと 10何倍食べなきゃいけないんだよ。私は今日成功させて、大食いのお仕事をもらうことが今日の目標なので、絶対成功させます。うんうん、大食い女王として頑張ります。うんうんうん、今までの、うんうん、この前ケイさんから今までの瞬間最高何個。 1? 2? 聞いてほしい、聞いてほしい、これに関しては聞いてほしい。みんなでさ、食べようって買ってくるじゃん、普通に。うんうんうん、だから大体1人1個。そうだよね、1人1個だよね。え、言いたいことわかる、うんうん、だから最高なんか1個しか食べたことない、まだ、うん、私は2です。やっぱちょっとお高いのもあって、高いの。そう、2個で、あのね、金銭的に遠慮しちゃうというか。で、やっぱ2個かなって感じですね。みんなは3個うんうん、多分なんか新大久保とかに行った時にこうお店で買って、その場で1個ちょっと食べて、あとちょっと食べるみたいな、うんうん、最高3つかな。でも本当にこんなさ、100個さ用意してもらうことないじゃん。ない、ありがとすぎる。幸せ者です、うん、私たちは本当に、うん、そろそろペースアップしないとか書いてある。やばい、やばいよね、ちょっと、ね、
夢食べれなそうって言われてるんだけどさ、本当負けず嫌いだから絶対一番食べるよ、うん、負けず嫌いなので、うん、負けません。その中でじゃあ誰が一番食べるの、うん、あせーの夢負けず嫌いなんでまあそればっかり、うん、一番食べないのせーの私ワンチャンミーナの気もするんだよなミーナかなんかね、うん、ミーナ結構一緒にご飯行くことが多いんだけど、うん、自分が食べたいのを好きなだけ頼んで、うん、あちょっとミーナもうみたいなことが多くてご飯、うん、ごめんねそうなんだそうなんです残しちゃうのね誰も聞いてないし、うん、びっくりした誰も聞いてない誰も食べてるからごめん聞いてなかった何ごめんそう残しちゃうんですっていう、うん、だからいつも怒られます、うん、食べなさい食べて、うん、私が怒ってるいつもうんうんチョコ重っチョコやばい甘いじゃない重っチョコが結構重っなんだろう濃厚なチョコなんですよこれ確かにだからチョコの後に、まあ、私はオレンジとか取っときたいなと思ったオレンジ1個しかないあらそう全部甘いやばい頑張って私チョコちょっと苦手なんで、うん、2人に任せてます、うん、はい、頑張ってチョコ苦手なんで重いのはないということでうんでもさチーズ重そうじゃないチーズってどれだろうあの紫とさオレンジのさ、うん、やつこれあれがチーズこれチーズチェダ、うん、チェダーチーズでもねモンブランもね重いんじゃないかなと味わいすぎる意外と大丈夫、ね、味わいすぎると満腹中なんとかやばいやばいそうなの何それやばいや満腹中なんとかねうんわかる踊って将棋皆さん昨日ブレイクアレックに続いて独り言の存在証明のダンスプラクティス動画が公開されましたが皆さんご覧いただきましたでしょうか、うん、あれめっちゃかっこよかったマジでかっこいいあのね心の髪の毛が一緒に踊ってて、うん、心の髪の毛の迫力もすごかった、うん、ダンスと一緒にえいっえいってなんかね心に振り付け教えてもらったんだけどあそうなの難しすぎて覚えられなかったあれ振り付けあかねさんだよねそうなんかこういうプログラム、うんうん、こんな感じだったけど飲み物飲みすぎてもお腹いっぱいになるよもうお腹いっぱいん何うんもうお腹いっぱいですはい今何個食べたか4個3個頑張って食べるね7えモンスターじゃん7個食べましたもう負けたくないあーあああねえほらブレイクアレックで応援されてるようちらいつの間にか並んでいた大量のマカロン、うん、CD 購入してくださった方が増えましたのでありがとうございます、名前を伝えたいと思います枯葉さん、舞ちゃん、猫丸さん、うん、パッパ AD さん、ゆゆゆさん、うん、CD を購入ありがとうございますありがとうございます頑張ります食べます。食べやすい。めっちゃチーズ。めっちゃ、めっちゃチーズ。美味しいよ、でも。美味しいよ。これめっちゃ匂いチーズ。すごい。あのね、人生でも今日しか経験できない経験だからね。経験できない経験？そう。経験できない経験だから、大事にこの時間を楽しみつつ。この奥は？うん、目に訴えてる弱音も吐くなよしミーナさんって来てるよ早いねミーナちゃんいやもう大丈夫お腹いっぱいとか言いながら、うん、進むからね大丈夫チーズしょっぱいでおそうなの1個しか取ってないからね1個しか取ってないけどねさっき言われたオレンジもチーズも1個取ってない
構甘いものが。でもオレンジ私2個。あ、ね、でもチーズめっちゃあるじゃん。チーズ2個とオレンジ今2個残ってますね。そう、私とねミーナの好き嫌いが多すぎてやばいな。何苦しいんじゃないですか。ヨネラ頑張れ。ありがとう。やばい、これはねみんなに言われたら頑張るしかないよ今ね。ちょっと成功します。これは皆さん最後まで見届けてください。成功します。うわ、何が、ん、今のは悲鳴じゃないよ、うん、幸せの悲鳴ね。これさ一個さ口に入れる前にさ、うん、勇気がいるの、うん、じゃあなんだ、いやそうなの、あのねお腹いっぱいというよりかは味変したくなってくるっていうねこの現象。でもここでまだちょっとお助け袋は早いかなって思う。まだ早いよ、もうちょっと取っておきたい、うん、お助け袋は。うん、ありがとう、みんな応援してくれてる。うん、目指してる。天下の100個、僕のこれね、ミルク食べてます今。するさ、ミルク結構甘いよ、ミルク、うん、うん、このね、水が美味しいわ。水が美味しい。落ち着きます、これは。頑張ってみんな、頑張って。負けたくない。負けたくない。時間かかっちゃダメだね。うん、
深くない。どうしようかな。多分チル抜かさないから大丈夫。でもね、まだ今次10個目だよ。よし。ゆめちゃん以外の2人のお顔が踏んでるだって。頑張る。頑張ろうぜ。カメラが来るためにお水飲んでるやつもいる。食べる気ないよね。食べる気はありますよ、ちゃんと。大丈夫、食べる気はあるから。ガッツだよ。てかさ、そのさ、お便り袋、うん、なんだっけ、お助け袋。お助け袋お助け袋ってさ、どんなのだろうね。何があるの。うーん、3つあるじゃん。なんですけど、お茶が良くて。それがいいんじゃない。なんで目立ちにお茶がなくて夢にお茶があるの。さっきお茶いりますかってスタッフさんがさ聞いてくださった時にいらないですって言ったの誰ですか。お茶大事。言ってない。場所が違う。
休んじゃダメ。ダメですよ。チョコやばい。やばいよ。オーバーフロー。しないけどね。オーバーフロー。オーバーフロー。何それ。お、お助け袋来たから行きます。せーの。うわー、頑張ったー。あ、このも頑張ってる。オーバーフロー。結構オレオ重そうな気もするけど。硬い。硬いんだ。ちなみにこれ5個ずつ積んでます今。ということでこれで10ですね。あと、まあ、ここに、あ、皆さん応援コメントいっぱい待ってます。どんどんちょっとコメントしてください。待ってます。え、オレオしょっぱくない。お、しょっぱいのオレオ。おー、え、味の感覚バグってきたもん。メンバー1個食べたらコメント欄でめっちゃ褒めるし、それありがたい。ありがたい。で、終わってからやってもらおう、ね、いっぱい褒められたいね。わ、うん、かる。じゃあお助け袋いくか。いきますか。せーの、メイクアメイク。お助け袋1回目。え、何ですか。選ぶの ABC。 あ、ABC があるのでここから選びます。どうする ABC どれがいい。ミーナに任せるよ。え、カトレアの C がいい。カトレアの C だよね。では C でいきます。 C でいきます。一旦カトレア。じゃあ開けますね。ででん、お助けなんだ。せーの、ドルン、ダンスブレイクアウト。待って、ダンスブレイクアレッグのサビー。違うよ、もう一回言って。ふざけてる。やばい、やっと言うんだよ。お願い。でるダンスブレイクアレッグのサビー。はい、本当に。ということでね、この苦しい状況でダンスをしようと。やるよ。やるよ。胃の中のもの。ちょっとちょっとちょっと皆さん、足上げるからね、あの、うっていう。やばい、あと33分。あと33分？踊るよ。いいよ、いけるよ。ここだよ、前。スカートだよ。私もだよ。ミヤもだよ。大丈夫。スカート。だから、これ、こうしよう。ここ、こうしよう。こっちです。はい。オッケー。はぁ、やばいよ。じゃあ、準備はいいかい？あ、来た！はい。一つ言えるの、ブレイクアウェイ！ヘイ！ヘイ！ヘイ！人の音を、お、うわぁ！うわぁ！ヘイ！ヘイ！ヘイ！グロー！ヘイ！
なんかそろそろね、しょっぱいものなんかがね、お助け袋として来たら嬉しいなっていう気持ちですね。あ、助けるって辞書で引いてほしい。よし助けるとは。みなちゃん、お、みなちゃん戻ってきました。しゃあ、夜のビールは大食い選手第1番、頑張ります。待って、やばい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 。何何何、ももさんって方が10枚も購入してくださってる。ありがとう。ちょっと待って、うちは食べないと。うわー、ありがとうございます。ゆっかさんもですね、ゆっかさん購入してくださいました。ありがとうございます。そうだね、みんなの気持ちも背負って食べなきゃね。ラサイチャレンジ、みんなで、ラサイみんなでチャレンジしてますので、はい、みんなの気持ちも背負っていきたいと思います。って言って言ったのがお茶っていうね。いい前振りだ。みんなの気持ちも背負って。うわ、おいしいお茶。ふっ、いや、お茶っていいね。でもあと30分あるからさ、30分で、うん、いや、ほのがね、実はずっと食べてるんだよ。ちまちま食べてるぐらい、すごい。で、ちょっと味、食べたことないやつにしようかな。私さっき見る、これとこれ食べた、これも食べた、これ食べた、これ食べたね、これ食べたね。進まない、頑張って食べようとしてるんだけどね。みんなの大好きなトゥンカロンだよ。みんな大好きなトゥンカロン、みなちゃんの大好きなトゥンカロンだよ。大好き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 、イエイイエイイエイ、大好き大好き、イエイイエイイエイ。どうですか。まゆめね、抹茶食べたよ。抹茶食べたんだけどね、抹茶の味かどうかがちょっとあんまりちょっとわからなかった。もう結構ここら辺がいっぱい、胸がいっぱいなんです、幸せで。渋い抹茶だった。うん、渋い抹茶だった。コメントで済んじゃった。あんこ入ってるやつ多分。お、みなちゃんどうした、踊ってるよ。お、自主的に踊りだした。もう踊んなきゃさ、食べれないよ。みんなが踊ってる一緒にうちら仲良くしゃべってる。みんなちゃん踊ってんのに。じゃあ、うまいやつ。え、誰かロータス食べました、これ。ロータス食べてないです。みんなちゃん疲れてます。これさ、うん、時計が今さ、視界に入ってんの。どんどんさ、刻まれてってんの。時は止まらないじゃん、うん、27分しかない。ねえ、今すっごい悔しいコメントがあった。まゆめちゃん思ったより弱いね、だって。そんなに言われたら食べるしかないじゃん。半分、いいね、この作戦は眉目に効くかもしれない。負けず嫌い、クリームが出てくる。夢、お前はそんなものか。コメント読んでます、今休憩じゃない、これはお仕事なんで。夢ちゃん、気合いだ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 。おっ、煽った方が、助けは大丈夫、まだいらない。どう、でもさっき助けてもらったばっかだもんな。私喋らないって書いてる。ほのちゃん、ほのちゃん喋ってないって。みんなポッキーにマカロン隠すんだよ。隠す作戦あり。隠して食べたふりをする。誰かちょっと燃える言葉ください。見て、さっきの一言で半分いったから、もう一言悔しい言葉言っていただけたら、もう半分一気いきます。一気いけるかな、これちょっと大きいかな、ちょっと削っとく。うん、
まよか。もう我慢しないで楽になれだって。我慢すんのやめようかな。楽になろうかな。まゆめ、大食いの仕事は無理かな。え、いいお助けあるらしいよ。行っちゃおうよ、いいお助け。みんな、私は頑張るよ。みんなに行くよ。行っちゃうよ。どう？いいよ。いい、お助け行く。町田さん、せーの、お助け。で、ゆめが忘れたんだ。ゆめが忘れたんだ。お助け行こう。韓国語書いてある。スティーマー、はーい、はーい。英語になっちゃう。韓国語からありますよ。じゃあ行くか。じゃあ食べてなかった、まだ。もうあー、マカロンが、天下のが胃の中で暴れてる。やばい、やばいっす。美味しいけどね。幸せだけどね。幸せだけどきついよ。いい？じゃあせーのでブレイカーレッグ。せーの、ブレイカーレッグ。お、出ました。まだ A から B、 A と B 選ばなければならない。どうする？ A 行こうよ。 A 行く？うん、ね、じゃあ A で行きます。違ったらどうしよう、全部自分のせいになっちゃう。いや大丈夫なはず。だって A ってさ、 A じゃん。 A の A ぞ。よし、行きます。せーの、ドゥドゥ。小さめのやつを取るっていただきます。だってダメだ、お腹いっぱいなのにさ、ミーナのやつで面白くなっちゃって。今すごい、もうキュウリがさ、大変なことになっちゃった。キュウリちょっとね、辛いキュウリ、これなんて言うんだろう、ちょっとピリ辛キュウリだったんですけど、あの、なんだ、食道違う、喉のなんか通ってはいけないところみたいなところに通りそうになっちゃった、今。おいしい。ゆめちゃんのキュウリ美味しそうでしょ。美味しいです。キュウリとキャベツが入ってます。これキャベツですか、レタスですか。キャベツですかね。ちょっとキャベツとレタスって似てるじゃん。みんな喋んなくなっちゃった。
意外とお口直しになるかも。なる。美味しい。うん、美味しい。マカロン食べちゃうよ、もうみんな。完食するまで終わりませんって言われてるよ。いつになる？3ヶ月後ぐらい。1時間っていう縛りがなかったらいけるね。いけるかな。この場所で寝る。そうだね。起きてこっからまた食べて、うん、そうだね、また寝て。なんか前ラストアイドル YouTube であの大食いやってたんだよね。あのコーンフレークだっけ、コーンフレークの大食いやってたんですけど、それ何時間だったっけ。めっちゃあったよね、時間。なんかみんな寝て起きてまたやってた、うん、あれは何時間ですか。後でちょっと気になるファンの方とか、ちょっともし覚えてたら教えてください。1日あったよね、あったよね。あと20分だってみんな。うん、大声出したらちょっとやばい。大声、あ、カルパス食べてる。おいしい。すごい炎。10、歩いていい、3、タイムじゃない。場所が違う。僕は僕だ。休んでもいい。ヘイヘイ。そうです、皆さん、あのやるしかない。辛いことがあってもやるしかない。あのね、始まりがあるってことは終わりがあるんですよ。私はそれをいつもモットーに生きてます。どんなに嫌なことでも終わりはあります。信じて、絶対終わる、できるよ。よし、食べましょう。じゃあ何を食べようかね。あ、待って、そこ映されたらさ、実はちょっと私の仕込みがバレちゃう。まあ言わないつもりだったんですけどね。まあ、みんなには内緒だよ。2人には言わないでね。2人には言わないでほしいんだけど。見て、ここにじゃがりこが長いの3本と短いの1本あるの。これ2人には言っちゃダメだよ。みんなに内緒で。聞こえてんねん。みんなには内緒で、だってみんなにしか教えない。聞こえてんねん。2人は内緒で。聞こえてるねん。隣にいる。バッチリ見えてんのよ、この画角。実はちょっとここにね、長いの3本と短いの1本仕込んどいたんですよ。見えてるかね、最初からバレてるよ。だからなんかやっぱじゃがりこってね、美味しいじゃん、うん、塩気がね、いいんですよ、ちょうどいい塩気。内緒にしとくね、だってみんな優しいね、ありがとう。じゃあみんなに、はい、あげる。食べちゃう。うん、うん、ふん、いいね。真弓は負けない。よし、何味って言われた。ですね、これはサラダ味です。みなちゃんは座らないですね。みなちゃんは起立してます。でも味変のおかげで1個完食したよ。わっ、ほんとに。何個いった？言ってまだよ。はなちゃんの記録。うん、何だろう。わかる。頑張るぞ。では唐揚げいただきます。唐揚げかい。7個なんだね。あ、すごい。おいしい。唐揚げありがとう。いや、本当うちら本気です、皆さん。あのラスアイ売れるために、あのブレイクアレッグたくさんの方に届けるために本気で。すいません、カルパスおかわりもらってました。カルパス見て、ここにもあるよ。そうなの、うん、もっと欲しい。もっと欲しい。そうですね、どうぞ。あのね、カルパス3個で1個いけた。あざまステムもらう。完食、完食。カルパス100個食べれました。カルパスすごいよ、量が。え、ちょっと1個もさ、カルパスいただけたりしますか。いい、やった、恵んでもらいました。カルパスちょっと食べてみよう。ヨネダ2から諦めたって。そんなさ、諦めることなんて
私がするわけがない。うん、まだこれは戦いの道のりなの。そうだよ、頑張ります。何味だこれは。これはソルティーキャラメル。待って、キャラメルって結構やばいかな。やばいかな、やばいかな、やばいかな。でもね、美味しいキャラメルって。私キャラメル好きだよ。ミラ、うん、ちゃん、これ味なんですか。ミルク。ミルク、ミルク、食べるよ。ねえ、ちょっと英語の発音よく言ってみて。メオメオもうね、それね、milk、 ね、 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 英語、まあまあニュアンスだよね、英語って、うん、よく言うじゃないですか、ニュアンスだよって、うん、頑張ろう。完食できないと何かあるのって。そう、罰ゲームが待ってるんですよ。でもね、何かはわからないっていう。女子会？うん、女子会っぽいね、結構。あのですね、本当はあの台本にはですね、これを食べながら、まあ、ブレイクレッグのトークなんかをしちゃおうよみたいな感じ の、 あのそんな余裕ないよ。そうなんだよねそうなんです、実はあったんですよ。まあしていきますよね。はい、していきましょう。ブレイクレッグとブレイクレッグ、よくぜひ聞いてくださいはい、ブレイクレッグとちょっとしてこうよ、せっかくだしさ、皆さんにたくさん聞いていただきたいしさ、うん、でちょっとさ、台本見ながらね、なんだろう、トークの台、トーク台、台、だなんて言うんだがあったりするからね。大きい、大きい、大きい、大きかったね、喋れなくなっちゃったじゃあ、ブレイクレッグ、今ちょうどかかってますけど、うん、あの今見始めた人もいるかな。あの12月の8日に、ラストアイドル11枚目のシングル「ブレイクアレッグ」が発売されます。ブレイクアレッグ、ブレイクアレッグ、はい、ブレイクアレッグはですね、こう成功を祈るみたいな感じで、そう、健闘を祈るとかね、なんかこう 他人って言っちゃダメだね、人を応援する言葉なんですよ。だから今とかもみんな食べてたら、うん、ブレイクアレッグって、ブレイクアレッグ、ブレイクアレッグ、みんなでね、そう、コメント欄だからブレイクアレッグっていっぱい言ってください、うん、そう、え、めっちゃいいお助けがあるそうなんですけど、うん、どうしますか？行こう。でも待って、そんな簡単にお助け行っちゃさ、見て、スタッフさんがお助けしてほしいみたいなやってるから、やろうよ。分かった、うん、でも頑張ってる姿も見せたいだからね、次のお助けを待ってる間に1個食べきろう。いや、あ、いや、見えたつも、うん、じゃあとりあえず言うか、ブレイクアレッグって。そうだね、せーの、ブレイクアレッグ。さて、いきますよ。ちょっとどういうことかわからないですけど、事件が起きそうです、うん、よし、では、最後のいきます。 B、 せーの、トゥルン。まだ見て食べても
ゃん、ずるタコじゃないよ。まだ食べかけが残ってる。おいしい、おいしい、うん、ありがたい。これであと10分で100分いけそうだ、うん、いけるいけるいけるぞ、いけるぞ、いいよ、いい気出しが見えてきたよ。いけるいける、10分いけるよ、いけるよいけるよ、希望が歩いて、希望、うん、いけそうだね、いけるね、うん、めっちゃ声出てきてるのに、ね、潰れちゃった、うん、いっぱいしちゃった。なんかさ、あの糖分ってさ、体をさ、あったかくする成分ある？でも燃えてきたんだけど違う、なんかあったかいし、なんかふわーってなる、ふわーってなる、お酒飲んだないよ、やばいな、入ってるふわーって感じのテンションになってきちゃって、どうしよう、血糖値、血糖値、うん、血糖値上がってるかもしれないね。なんかこう燃えてきてるもん、心の底からぶわーって、最近手が止まってるよって。あ、ジャガリコ食べてる場合じゃないよ、ちょっとゲットが来たんだから。やっぱ1個目は美味しいね、うん、美味しい、舐めてるね、美味しいっす、舐めてるね、頑張ってる、すごい、やばい、ね、待って、私12個だった、すごいね、頑張ってるよ、みんな、おしめに応援されたらさ、食べれる、それはそう、だっておしめに来た瞬間1個食べたもん。ゆうちゃん、あと7個いける、言ったね、頑張るしかないから。すごいよ、12個だよ。じゃあ、あいみさんが食べてほしい味を教えてください。お願いだ、軽いやつにしてくれ。でもお願いだ、やっぱクッキーの手が好きそう、実はね、一番ヤバそう、見てください。まだ食べてない、食べてない、あ、そうなの、美味しそう、あ、めっちゃ美味しそう、スズプラさんが食べてる、うん、お揃いだ、ね、スプラさん、うん、後ろでアイリが、アイリが頑張ってる、分厚いよね、わかる、分厚いの、じゃあキュウリ挟んでいいですか、キュウリが食べたい、キュウリ挟んでいいですか、ちょっと頑張れ、うんうん、うんうん、あ、こっちか、キュウリね、キュウリ、美味しい、キュウリ食べてるか、うん、おいしかった、ありがとう、めっちゃ食べに、ちょっとダメですよ、なんか食事しに来ただけ、うん、ちょっとなんか、いや、もう空気が変わっただけでもすごい、頑張ってね、頑張って、ご飯だったと、頑張って、頑張って、頑張って、応援してるよ、応援してる、頑張って、あとね、5個ぐらいいける、5個ぐらい、コンボいける、1回ターンいけるかも、バイバーイ、頑張れ、頑張れ、頑張れ、モノカ、頑張れ、モノカ、頑張れ、モノカ、モノカなら食べれる、頑張る、みんな死んでる、みんなならいける、みんなならいける、モノカもやれるよ、ゆめりさん、ゆめ、ゆめ大好きだよ、次行こうとしちゃうんだよね。いつもだよね、うん、食べ終わってないのに次の注文しちゃうんだよね、うん、
誰も喋んなくなっちゃった踊ってるに頼っちゃダメだよ、ちょっと。はぁ、こっちとらガチなんで。やばい、あと5分切ったんで、やばいよ。食べよう。それなりに学友像だけは。キュウリ一生懸命だ。キュウリ一生懸命だ。ちょっと食べてる。頑張ってます。あと何分？進んではいます。実はあと何分？3分ブレイクアレック。モータースキルコーナーがブレイクアレックって言ってもブレイクアレック、ブレイクアレック、ブレイクアレック。ブレイクアレック、ブレイクアレック。なんか笑ってるし、どうしたの？なんか一番端から、ずっと小声で、ブレイクアレック、ブレイクアレック助っ人、助け求めてない。ブレイクアレック、ブレイクアレック、ブレイクアレック、ずっと助けてって言って。ブレイクアレック。食べるなー、今から100個。よし、今から100個。うん、なんでフーフーしてんの？フーフーしなくていいよ。これもうクリームで、やばいって。ブレイクアレック、ブレイクアレック。美味しいのにね。うん、ちょっと時間を置いたらまた美味しいのよ。あ、美味しいって始まるのよね。そうそうそう、クリームが出たんだよ。わー、やばいって。何事にも全力出したいの。そうだよ。そうです。団体行動とかやってきたからね。そうです。こんな中華の100個なんて幸せ作りなくそうです。そうです。うん、ちょっとね、こっちもね、いただきながら、ゆめちゃん頑張れだって。頑張る。頑張れ。あとちょっとだよ、だって。あとちょっと、みんな、みんなあとちょっとだって。やばいって。あと1分だって、みんな。今これどうしよう。あと1分頑張りたい。今ね、13個なんですけど、あと1分頑張ろう。15行きたいね。メイカ、いや、メイ、このクリームの塊を食べなければ1個って顔伝えない。食べきれるか、チャレンジ失敗。ダダダダ、罰ゲームが待っている。何個食べたか
1個残っちゃってるから8個。次は、あ、私は、8個とあのマカロンの上の部分が1個1枚残りました実質8個だけど、まあ8.5 ぐらい8.5 ぐらい食べました。はい、じゃあゆめはこれに食べたら13なんですけど、結構これが大きかった。13いきたい。でも、待って、みんな応援してくれ。頑張って。あー、来ましょう。はい、ということで、ちょっとさ、今まで夢が好きってたんだけどさ、もうお腹苦しそうにみんなが頑張るよ優しい。はい、ということで、唐揚げが口に入っているんですが、じゃあ喋りますねそれでは、1時間経ってしまいましたね、もう。ということで、私たちは合計何個ですか ?8?8?これ行けば13だよ。ただしかしこれ行った場合、あのどうなってしまうかが分からない。29個ですね。30個、3人で30個も行ってません。なんで合計29個ということで、チャレンジ失敗。悲しい。ということで、残念ながら罰ゲームなんですけれども、スタッフさんお願いします。罰ゲームだ。なんだろう、罰ゲーム。うわっ、これ私が、はい、なんと苦いやつ。なんはい、罰ゲームは激苦ちゃです。暑い、暑いって。やばいかも、猫舌だからちょっと飲めないかも。お客様、取っていただいて、すみません。はい、こちらさん。はい、暑いっすね。暑いっすね。わかんない、何ちゃうんだこれ。甘いものから苦いものということで、もしかしたら私たちの今の口の中の状態によれば味変になるかもしれない。え、逆にもっと苦くなりそう。あー、味変になるかもしれない。わかりませんけれども、暑いということで気をつけながら同時に皆さん飲んでいきたいと思います。それでは、ねえ、初めてこれどうする。暑いかな、顔が暑い。でも本当に一生飲みたくなかったやつです、これ。センブリ茶？え、わかんないんだよね。あ、でもね、匂いはいい匂いだよ。いい匂いする。緑茶みたいな、抹茶？抹茶の匂いがする。どうしますか、これ飲んで顔ピクピクピクってなり始めたら。苦すぎてやば。よし、せーので。うん、熱いからしまって。いける？待って、え、熱いかな。熱そう。何持ってんの？ちょっと、みんな、じゃあ早く行くよ。すぐ飲みますか？夢？ねえ、待って、猫舌なんですけど、怖いんだけど。私もなんですけど、怖くて今。やけど、いくよ。とりあえず一気じゃなくてもいいので。あ、じゃあ一気じゃなくていいですね。ちょい一個だけ飲もう。はい、じゃあ行きます。せーの。熱っ、熱っ、苦っ、苦っ、熱っ、え、何、苦っ、え、熱っ、え、苦っ、苦っ、え、そんなにベロの端っこがなんかちぎれそう苦い。ベロの端っこが苦い。端っこが、端っこが苦い。端っこが、端っこが苦いね。みんなこれ端っこが苦いです。あのね、真ん中は美味しいの。端っこが苦い。苦い、苦い。甘いのしか勝たんね、やっぱ。そんなに苦くない。苦い。え、あれかな、舌の端っこって苦味を感じる部分なのか。え、わからないですええいやでもね、真ん中美味しいよね。うん、
下の真ん中は美味しい。やばい、苦すぎる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 、苦い、苦いアレルギーかもしれない、苦い。そんな苦くないですそんな苦くないです。きっと2人が嘘をついてるんだと思います。そう信じたいです。そんな苦い、飲んだけど大丈夫だよ、できる。あとちょっと、ちょっとこれも息いきます、いきます。私も熱っ熱っ感じる、熱っ熱っ、いきます。最後喉の右が熱っ、飲みました、みんな乾杯頑張った。ただちょっと悔しい、これがちょっとこれが悔しいな。でも無理して食べることはない、これが悔しいよ。え、これみんなが一番苦いやつない、大丈夫、うん、めっちゃ苦くね、いけたよ、イエーイ。そんなに苦い、僕の仕事仕切り、それではですね、とりあえずどうも、苦い苦い、あまり良くなかったということで、あの残ったこのトゥーカロンはですね3人で持ち帰って、はい、みんなで食べたいと思いますので、はい、ご安心くださいということで、はい、あとはおゆめちゃんいけますか、はい、仕切ります、どうぞ皆さんということで、あっという間のエンディングのお時間ですけど、ではじゃあこのじゃあいかがでしたか、挑戦してみて。トゥーカロンはとってもきつかったね、はい、好きなものならいけると思ったんですけど ね、すっごい美味しかったよね。ね、そう美味しかった。でもこんないろんな味をさ、なんか堪能できるってなかなかないから、めちゃめちゃ幸せな経験をさせていただいたなっていう感じです。みんなどうでしたか、お腹いっぱい、うん、に苦い、あ苦い、あ苦い、今苦い、苦い苦すぎる、罰ゲームが結構辛い。どう、どう苦いんだったら甘いのいけ、いけない。でも美味しかった、ね、美味しかった、美味しかったよ。ちょっとお腹いっぱいです、今すごくめちゃめちゃ幸せな企画も、うん、いや本当にありがとうございます、ね、お高いのに本当に、本当に皆さんありがとうございます、ありがとうございます。でも夢が叶いました、うん、本当一度はねやってみたかったんです、大好きなものをこうやって思う存分食べたかったので、でもこれはもうお家に帰って、お家に持ち帰って、ね、大事に食べようね、美味しいって、うわーありがとうございます。そしてここで大事なお知らせです、じゃじゃん、12月21日パシフィコ横浜国立大ホールでラストアイドルデビュー4周年記念コンサートを行います。今年は4周年を記念して、これまでにリリースしたラストアイドルの楽曲の中からファンの選ぶベスト25曲を披露する、ファンが選ぶ楽曲ベスト25と4周年記念コンサートの2公演を開催いたします。お昼がですねファンが選ぶ楽曲ベスト25ですね、そして夜が4周年記念コンサートとなっています。皆さんぜひ会場に遊びに来てください。待ってます。そう、お昼と夜とね盛りだくさんの内容となってますので、お見逃しなくです。はい、というわけでラストアイチャレンジ2発目失敗となっちゃったんですけれども、ですけど私たちの本気を見ていただけてたらすごく嬉しいです。ラストアイドルこれからたくさん広めたいですし、たくさんの方にブレイクアレッグ聞いていただきたいので、そしてねいろんなメディアにもね出演させていただけたりとか、もうこれからもっともっと活動していきたいので、皆さん今後とも応援よろしくお願いします。お願いします、頑張ります、これからも頑張るぞ、はい、そしてですね次回のラストアイチャレンジは明日です。明日の18時からになります。佐々木心ちゃん、そして橋本桃子ちゃん、そして山本るなちゃんの爆速高校卒業チャレンジ、みんな高校生だもんね、ね、うん、そう高校生の3人が爆速で高校を卒
業しちゃうチャレンジだそうです。どんな内容になっているかちょっとね、題名だけだとまだまだ予想ができないので、ぜひ明日まで皆さん楽しみにしていてください。18時にまたここに集合してください。お願いします。では皆さんぜひブレイカーレッグたくさん聴いてください。ミュージックビデオもたくさん見てください。ということで私たちのラストチャレンジは